久保さん、親父事故りましたよ <laughs>。親父事故った <laughs>。親父事故りましたね。まさかの <laughs>。昨日電話ありまして、様子おかしくてね。まあ、結論は、まあ、どういう事故り方かっていうと、単独で、あの、なんかあの、カーブ曲がらうとしたら、溝にはまって、脱輪したらしい、脱輪てか、スポッとはやまっちゃったらしくて、 で、なんかその、なんだ。なんか、なんか、最初、電話出ないんですよ。なんか、着信があって出たら、なんか、なんか、やり取りしてるんですよねで。全然応答ないんですよ。で、なんか、向こう側の話が聞こえてて、まあ、なんか、レッカーなやり取りしてたんでしょうね。で、なんか、まあ、とりあえず、あの、怪我もないし、命に別用あんな全然ないんですけど、 まあなんでこの話をしたかっていうとまあ親父が言ってたのがあのずっと軽,軽自動車乗ってたからその感覚がね違ったともう30年20か30年ぐらい軽ずっと軽自動車なんでだからまあ何が言いたいのかっていうとずっとそれやってるとやっぱ変化に対応しづらいよって話ですよねだからずっとサラリーマンでこう働いていて やっぱりそのなんか新しいことをやろうと思ってもやっぱそれにずっとやってるので変化してもまあ怖いし変化し,しづらいしだからもう時代に応じてもフレキシブルにこう変えていく癖っていうのをつけていかないとまあ今後も難しいでしょうね生きていくのはただまあ変わらないものがあるとするならば発信っていうね まあインターネットがなくなるっていうことは多分僕は考えられないですし、インターネットは何でできてるかっていうと情報でできてるので、まあ情報発信っていう主軸はあ間違いなく残るでしょう。うん、ただ、あー今後どうなるかわからないので、まあ僕もいろんなあことをチャレンジしていこうかなと思います。ただ新しいことどんどん取り入れてね。うん。だからやっぱ、ねえ。 結構親父運動神経あると僕は思ってたんですけど、やっぱ鈍ったんですかね。鈍った時がまあ、軽自動車ってね、ボンネットがこう、ないので、あの、乗ってたやつが。タント乗ってて、ボンネット、こんなぐらいなわけなんですね。うん。いや、ちょっとね、びっくりしましたね、本当に。マジで。そう。まあ、良かったですけど。 いやなんかね、ほんとね、すげえいろいろ考えましたあ。車プレゼントしなきゃよかったなとか、なんか、まあまあまあ、今回ね、これ、これ、これもし事故って、なんか死んだら、これをどうなんだみたいなね。俺はプレゼントした正解だったのかみたいな。うーん。まあ、れに性を、なんだ、車は運転してたので、まあ、それが、まあ、K からね、まあ、普通乗用車に変わったっていうとこなんですけど、 まあちょっと慣れるまで安全運転でやってほしいですね <laughs>。いやーびっくりした。うんということで、あのーまあ、変化しようと思ってもできなくなる前に変化しようせ、した方がいいんじゃないかっていうお話です。いってらっしゃい。